梨の旬は8月から始まり10月上旬ぐらいまで続きます。その間さまざまな品種がリレーのように出荷されています。その時期に食べられる梨と個性のある梨の特徴を茨城県の生産農家の方に伺いました。茨城の露地物の梨の出荷は8月から始まり10月上旬までいろいろな品種を楽しむことができるそうなんです。ではまずこちら、放水は終わりましたがまだこれから放水、そして最近人気が高まっている秋月、大ぶりの新高が出荷されています。それぞれ個性があって味も違うので食べ比べてみるのも良いでしょう。梨には放水、放水、新高、秋月などの皮が赤みを帯びた赤梨系と20世紀のような皮が青みを帯びた青梨系があるそうです。ではまず赤梨系です。香水、こちらは梨シーズンのスタートに出てくる品種です。甘みが強く果汁が豊富、香りがよくシャリッとした爽やかな食感です。続いて豊水、9月下旬が旬の終盤です。果肉が柔らかで果汁たっぷり、甘みの中に適度な酸味があり日持ちが良いと言われています。続いて秋月です。これは新高と豊水に香水をかけたもので3種類の優れたところを受け継いでいます。果肉は甘みが強く果汁も豊富です。酸味は少なめで香水に近い味わいです。そして新高です。梨の王様と呼ばれるほど大きいものは 1kg を超えます。とても甘く爽やかな香りです。シャキシャキとした食感で日持ちが良いのも特徴です。続いて青梨系の20世紀、こちらは酸味と甘みのバランスが取れた爽やかな味です。果汁が多くシャキシャキとした食感、みずみずしい緑色のものは食感が良く、黄色みを帯びたものは甘みが強いと言われています。そしてこちら、梨はやや扁平でお尻がどっしりとしているもの、色つやが良くて重量感のあるものが美味しいそうです。また赤梨系は薄い茶色よりも少し赤みがかった色になってきたものが食べ頃です。青梨系の20世紀は黄緑色の中に黄色くなった部分がまだらに入った状態になっているものが食べ頃です。梨はそれぞれに個性があります。果汁たっぷり、食感が楽しめるお好みのものをぜひたくさんいただきましょう。